クオークグルーオンプラズマ。クオークグルーオンプラズマとは、高温、高密度状態において存在すると予想されている、クオーク及びグルーオンからなる、プラズマ状態である。高密度状態におけるハドロンからのクオークの解放は1975年に、ジョン・シー・コリンズとマルコム・ジョン・ペルリによって予言され、同年、高温状態における、クオークの解放が、ニコラ・カビボと、 疑似アパージーによって予言された。低温、低密度状態では、クオクは、ハドロンの中に閉じ込められており、単独で取り出すことはできない。量子食力学による理論計算によると、各種の密度が低い場合は150から200メブ以上の高温状態、ゼロ温度では、通常の各種の密度の10倍程度の高密度状態で、多体効果によりその計は、クオクと、 グルーオンからなるガス状態になと予想されている。クオークグルーオンプラズマはビッグバン後の初期宇宙高温状態あるいは中性子星の内部で実現されていると考えられている。これらをそのまま地球上で再現することは不可能であるが高エネルギーの重オンを衝突させることで瞬間的に高温高圧を発生させ実験的に クォークブルーオンプラズマを作ることができると得られている。ブルックヘブン国立研究所の相対論的獣医音、衝突型加速器による実験は、高温高密度物質に関する様々な新現象を明らかにしたが、それらが QGP で説明できるという決定的な証はまだない。2005年4月の報告では、QGP を完全流体。 粘性がゼロの流体であると仮定した時の相対論的流体力学モデルと矛盾しない性質が得られており、これは QGP 中の粒子が強く相互作用し合う状態、競争間プラズマであることを示唆している。さらに、2008年に稼働した欧州原子核研究機構の大型ハドロン衝突型加速器によるアトラス、CMS、アリス実験でのさらなる研究によって、 量子食力学に基づく理解が得られることが期待されている。有限温度のハドロンガスや QGP の状態方程式、熱力学量と温度の関係式を理論的に予言することは、その熱力学的な性質を知るために重要である。これらの関係式は、十分に低温、高温状態に限っては、統計力学を用いて、ュテファン・ボルツマンの法則、 公式体の状態方程式を導いたのと同様の方法で導出できる。以下の議論では単純化するために質量ゼロのクオークのみを考える。この時、低位温度以下のハドロン症においては質量ゼロのパイ中間子が真空から冷気し、QGP 症においては質量ゼロのクオークやグルー音が冷気する。十分低温においてはパイ中間子の間に働く。 相互作用が十分弱くなることがカイラル節動論によって証明されている。一方、十分高温においては、クオークやグルーオンの運動量が十分大きいので、全近的自由性により結合定数は小さくなる。したがって、十分低温、高温の場合に限っては、相互作用のない自由なパイ中間子ガス、自由なクオークグルーオンのガスとみなす禁止が可能となり、 一般的な統計力学の手法が適用できる。π 中間子のみからなる有限温度のハドロンガスに対して圧力 b、エネルギー密度イプシロン、エントロピー密度 s は以下のように表せる。ここで d は南部イコールゴールドストンボソンの自由度、縮体因子の数でクオークのフレーバー数が n の時である。例えば n イコール2の場合は π、π、π の3つである。 一方、QGP に対する圧力、エネルギー密度、エントロピー密度は以下のように表せる。ここで D はクルーオンとクオークの自由度の数で、である。クルーオンに対してはスピンとカラーの自由度を、クオークに対してはスピン、粒子、反粒子、カラー、フレーバーの自由度を立ち上げている。クオークの自由度にかけられている因子7、8は、 フェルミ分布関数から来る因子である。さらに、パラメータ B0 は、MIT バック模型において導入された、バック定数と同じものであり、二つの異なる真空の構造の差を決定する。すなわち、0温度0密度において、QGP の存在する真空は、ハドロンの存在する真空と比べて圧力は B だけ低く、エネルギー密度は B だけ高い。例えば、N イコール3。 n イコール2の場合、ハドロンガスの自由度は3、QGP の自由度は37となる。このようなハドロン症から QGP 症への相転移に伴う自由度の増大によって圧力やエネルギー密度、エントロピー密度は劇的に増大する。特にエネルギー密度とエントロピー密度の値は定移温度において不連続に飛びを持つ。これは一時相転移に 特徴的な振る舞いである。ハドロンガスと QGP で圧力が等しくなる温度を低温度とすると、となる。N イコール 3,N イコール2 b 2 2 0メ e v とすると、T から1 6 0メ e となる。常実の議論においては、粒子間に働く、相互作用が完全に無視されているが、実在期待を考える際には、当然、相互作用を考慮すべきである。 そのような相互作用は、十分低温においては、カイラル接動論、十分高温では、接動論的 QCD を用いて導入される。しかし、転移温度付近の振る舞いは、その非接動的な性質から解析的に記述するの、難しく、格子、QCD による数値計算のような非接動的なアプローチが必要である。格子、 QCD を用いると、モンテカルロ法による数値積分によって第一原理、QCD ラグランジアに基づいて、熱力学量の温度依存性を計算することができる。この方法では、転移温度付近でエントロピー密度が急激に増大し、圧力が連続的に増加する振る舞いが確認できる。高温極限において、圧力とエントロピー密度は一定の値に収束するが、 この値は理想機体の場合よりもいくらか小さい値を取る。このように高温領域で理想機体の場合と異なる振る舞いを見せるのはクオークやグルーオンの相互作用が反映されているためである。クオークグルーオンプラズマを探索する実験は1980年代から行われている。実験に用いられる加速器として以下のものがある。現在はグシー、セルン、 BNL で実験が行われている。重異音衝突実験において、QGP が生成した際に観測されうる物理現象の候補として、以下の現象が期待されている。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。